白ご飯持ってきてんな。これ白ご飯やな。それ白ご飯ですよね。白ご飯です。白ご飯ですよね。当店ちょっと白ご飯の持ち込み禁止させていただいてまして、わけわからんこと言うてもうた。なんか変なやつ来たからわけわからんこと言うてもうた。なんでですか？他のお客様の迷惑になりますので。ならんわ。何わけわからんこと言うてんね。こいつが変すぎてこっちまで変なるわ。なのでお帰りいただかないと警察呼ぶことになります。なんでやね。何言うてんねん。俺は溢れ出てくるわ。変なやつを前にすると俺の中の変な部分が止めどなく溢れ出てくる。変度でこいつを超えていきたくなる。警察呼ばないでください。靴下でも何でもないますから。超えてくる。俺が超えたはずの変度、こいつはるかに超えてくる。一つだけもらえませんか？靴下舐めますから。靴舐めろや。なんで靴下やねん。こいつめちゃくちゃ変だわ。でもは負けたくない。負けられない。この戦い負けられない。こいつの変度を超えたい。こいつに勝つんだ俺は。キエーキエー。なんで？なんでこいつ対応できんの？早すぎ。キエーされたこと何回もある人が早ぞや。もうかなわんわ。こいつにはかなわんわ。やっぱ天才にはかなわんのか。いくら俺が努力して変になろうとしても、もともと変なやつには到底かないっこない。俺の努力もすべて無駄やったってことか。負けました。どうぞ食べてください。いただきます。パクパクもぐ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 。もう一ついただいても？すみません、お一人様お一つなんです。そこは守るんや。メガネかけてきた変なやつ再登場。すみません。何？あんた誰？牛乳ってどこですか？てめえ俺